藤井隆&リリコ、同じ美容室を利用していた、季節のない街、夫婦役共演に縁を感じた。本作は、工藤が長年温めてきた企画で、黒澤明監督によって、ドデスカデンのタイトルで映画化、1970年、されたことでも知られる山本周五郎の小説、季節のない街が原作。舞台となる街を、12年前に起きた、何の災害を経て、建てられた仮設住宅のある街へ置き換え、現代の物語として再構築。希望を失いこの町にやってきた主人公が町の住人たちの姿に希望を見つけ人生を再生していく姿を描く。主人公半助、池松壮介の隣のプレハブ部屋に住むことになった島さんは仮設の町には似つかわない気品をまとい人当たりも良くすぐに町の人からも好かれる存在になるが一方で彼のワイフは近所付き合いを全くせず人を寄せ付けない態度で町の人から怖がられている。訳ありげな夫婦の登場に半助は興味津々だ。そんな対照的な夫婦を演じた藤井とリリコだが、インタビューでは息ぴったりのトークを繰り広げている。それぞれ工藤が長年温めてきた作品への出演に対する喜びを語るほか、藤井とリリコが同じ美容室を利用しているというプライベートでの意外なつながりも披露し、本作で、夫婦役を演じることへ縁を感じていることも明かしている。また、自身の役柄についてリリコは、これが工藤監督の台本か、と思いながら、読んでいると全部が映像で見えました。しかも登場人物がすごく多くて、楽しいんです。でも、読んでいくうちに、自分の役が出てきた途端、ひでえな。こいつ、って、笑。ここまですごく楽しかったのに、この役が私、と、ワイフの強烈キャラクターに驚き、工藤監督が持つ自分のイメージがこんな感じ、なのかと、愕然としたという。映像の終盤では、藤井が何度もご覧いただいて、楽しんでいただいて、脚本と監督を担当なさった工藤さんが、今この令和にこの作品を選んで改めて命を吹き込んで書かれた脚本の意味をキャッチしていただけたら、と視聴者に向けて熱いメッセージを送っている。島夫婦がメインとなるのは、第5話、僕のワイフ。超フレンドリーで愛妻家の島さんと、冷徹な最強ワイフ、夫婦の独特な愛の物語に注目だ。